相馬工学と小松屋が開発いたしました S7100 近赤外分光装置による対比成分測定について説明させていただきます。家畜排泄物、食品残渣、各種廃棄物から対比を作ることができます。対比の利用により環境に優しい農業を実現することができます。しかし対比は成分が一定しませんので、成分分析をしてから使わなければなりません。従来の分析方法では時間と費用がかかるため、対比の普及には問題がありました。低価格で迅速に対比を分析する装置が実現されれば、対比はさらに広く利用されるようになります。本研究はそのような装置を実現するために実施されました。これまでの分析方法について、分析時間と費用の例について説明いたします。これまでの分析方法では、1、2週間という長い時間がかかり、依頼分析の費用は、日本肥料検定協会に依頼した場合、1件あたり6万2500円程度になります。長い分析時間のため、適切な施肥時期を逃したり、分析費用がかさんだりすることで、対比利用に踏み切れない場合がよくあります。低価格で簡易・迅速な対比の成分分析装置が開発されれば、対比が広く普及していくと考えられます。私たちは簡易・迅速な対比分析を実現するための手法として、近赤外分光を採用しました。近赤外分光とは、波長領域700から2500ナノメートルの赤外の光を視量に照射したときに、視量から反射された光の量を波長ごとに測定し、その波形から成分量を測定する方法です。測定時間は長くても数分で、視量の前処理や試薬も必要ありません。現在では、果物の糖度、米の食味、牛肉の脂肪の測定などに広く利用されています。この研究は、平成21年から23年の3年間、政研機構の民間実用化研究促進事業として実施されました。近赤外分光による対比測定装置を開発し、その装置の普及により対比利用を促進し、環境に優しい農業を実現することを目的としています。乾燥粉砕した堆肥を飼料カップに入れて、10秒程度でその成分を測定できる近赤外分光装置として開発しました。小型ではありますが、堆肥を測定するには十分な性能を持つ近赤外分光装置を完成することができました。開発した装置のブロックダイアグラムです。ハロゲンランプからの光は分光器により単色光となり、飼料位置に置かれた飼料または白色基準板を照射します。飼料または白色基準板の表面で反射された光は光検知器により検出されます。こうして得られた波長ごとの信号強度からスペクトルを求めることができます。これらの動作はすべてコンピューターから制御されます。このコンピューターにより対比成分を算出します。飼料の設置と測定について説明いたします。飼料測定を開始する前には、飼料位置に白色基準板を置いて基準の測定を実施します。次に乾燥粉砕した堆肥を飼料カップに入れ、上から重りを乗せ、飼料室に置きます。そして飼料室カバーを閉じ、パソコンから測定開始を指示すると、測定が開始され、スペクトルが得られ、同時に対比成分が表示されます。測定時のパソコンの画面を示します。画面の上部にはツールバーがあり、測定開始、ファイルの読み出し、
測定モードの選択等を選択できます。画面中央には測定されたスペクトルのグラフが表示されます。画面右側には測定されたスペクトルから算出された体積成分の結果が表示されます。画面最下部には測定済みデータのリストが表示されますので、過去のデータを選択表示、削除することができます。この画面から測定のすべてを制御し、測定結果を見ることができます。私たちが開発いたしました S7100 近赤外分光装置による体積成分の測定精度を示します。各グラフの横軸は工程法で測定された成分値で、縦軸が本装置で測定算出された成分値です。上段左から全窒素、全炭素、AD 化用窒素、AD 化用有機物の精度を示します。これらの成分の測定精度は現場で利用するには十分な精度となっています。下段左側からリン酸、カリ、石灰、クドの精度を示します。これらの成分についても測定できますが、精度はやや低くなっていますが、成分量の多い少ないといった多価の評価は可能です。こうして得られた体積成分の結果を利用して堆肥を安心して利用することができます。どうか S7100 近赤外分光装置をご利用ください。相馬工学と小松屋が開発いたしました S7100 型近赤外分光装置による堆肥成分測定について説明させていただきました。ご清聴ありがとうございました。